こんにちは、ペトベンチャーです。今日は観葉植物を育てる際に避けたい失敗行動22選についてお話しします。これらの行動を避けることで美しい観葉植物を長く楽しむことができます。また当てはまる行動があるからといって落ち込まないでください。当てはまる数が多いほどご自身の園芸をグレードアップできる伸びしろがあるということなので、むしろ当てはまるほどこの動画が役に立つと思います。それでは早速ご紹介させていただきます。行動1、過剰な水やり。まず過剰な水やりです。観葉植物は適度な水分が必要で、土が乾いてから水を与えることが大切です。土が乾かないと根が呼吸できずに腐ってしまうのでご注意ください。これを根腐れと言います。そして気をつけていただきたいのが、ほとんどの観葉植物が表土が乾いたらたっぷりと生育期には水を与えるというのが基本となるのですが、このサイズの鉢であれば OK です。ただ鉢を持つときによいしょと言わないと持ち上がらないような鉢に関しては、鉢底穴から水が流れ出るぐらい水を与えてしまうと乾かないので、コップ1杯ぐらい、 500ml ぐらいの水を与えるのがおすすめです。行動2、日照不足。日照不足は観葉植物にとって致命的です。適切な明るさを確保しましょう。それが難しい場合は植物育成ライトを使うのもおすすめです。行動3、過度な直射日光。逆に直射日光が強すぎる場所に置くのも問題で、葉が焼けてしまいます。理想はレースのカーテン越しの光となります。植物が最も喜ぶ光は木漏れ日の光になるので、木漏れ日のような光の強さを意識していただくと良いかもしれません。行動4、適切な鉢と土の選択。適切な鉢と土を選びましょう。排水性が悪いと根腐れの原因となります。私のおすすめはダイソーでも買えるセメント鉢、またセリアで買えるスリット鉢になります。このように通気性が優秀なスリット鉢やセメント鉢も100均などで購入することができるので、とてもおすすめです。またおすすめの土はプロトリーフの粒状軽い培養土をいつもご紹介させていただいてますが、こちらが排水性、保湿性、吸水性に優れており、土が乾いているかどうか目で判断しやすいのでとてもおすすめです。行動5、葉の掃除を怠る。葉の掃除を怠ると光合成が阻害されるので定期的な拭き掃除が必要となります。映画のレオンでも主人公が葉を拭いているシーンがありましたよね。あのシーン私は結構好きです。例えばこちらのゴムの木は葉の面積が広いのでホコリが溜まりやすいです。霧吹きなどで葉を濡らし、キッチンペーパーやティッシュなどでこのように拭いてあげます。こんな風にたくさん光合成をさせてあげるようにしてください。行動6、適切な温度の確保。植物を育てる際に適切な温度を保つことがとても重要で、極端な寒暖差は植物にストレスを与えます。冬の窓際は屋外と同じくらい冷え込んでしまうので離れた場所に置くようにしましょう。また夏の暑さで傷まないようになるべく涼しい場所で管理するのも良いです。行動7、肥料の過剰使用。肥料の過剰な使用は根を傷つけることがあります。規定倍率よりも薄めて使用するというように心がけていただくと枯らしてしまうリスクを減らせると思います。また最低気温15度以上、25度以下の環境で使用するようにしてください。暑い時期や寒い時期には肥料と水を普段よりも必要としなくなります。またメネテールなどの活力剤は多少規定倍率よりも多くても問題ないのですが、こちらもまた暑い時期寒い時期には薄めに希釈するか与えないようにしましょう。行動8、過度な剪定。観葉植物は適度な剪定が必要な植物もいますが、過度な剪定は成長を妨げます。観葉植物は葉で光合成を行うため剪定をすると一時的に弱ることがあるので切りすぎないようにご注意ください。行動9、適切な湿度の確保。観葉植物の多くは熱帯地域が原産となっているので適切な湿度を保つことが重要となります。特に冬季はエアコンの風などで乾燥しやすいので注意が必要です。加湿器を使用したり霧吹きで葉水をするというように湿度を管理しましょう。こちらはセリアで買える100円のミストスプレーなのですが、このようにミストが細かいのと一度に噴射されるミストが長く続くのでとてもおすすめです。ちなみに冬の葉水は暖かい日中に行うのがおすすめです。そして観葉植物にとって理想の湿度はだいたい50から60くらいが理想となります。行動10、植物にストレスを与える移動。
例えば日照を確保するために午前中はリビング、日中はキッチンというように日照に合わせて植物を移動させる方もいらっしゃると思いますが、実はこの行動は植物にとって大きなストレスとなります。本来は植物というのは生涯をその場で全うするので、移動すること自体にストレスを感じます。また環境が変化することもストレスとなりますので、植物を頻繁に移動させないようにしましょう。水やりでの移動やお部屋の模様替えでたまに移動させる分には問題ありません。ということで行動11、突然の環境の変化。先ほどもお話ししたように急激な環境変化は植物にとって負担となります。室内で育てていた植物をいきなり屋外に持って行ったり、またはその反対に屋外から室内管理に突然移行すると大きな大きなストレスとなってしまいます。ですので目的の環境に徐々に慣らさせていく必要があります。これを順化と言います。室内から屋外に移動させる際には窓際で1週間ほど管理し、窓を開けて外の風を感じさせてあげるのも良いです。少しずつ目的の環境に慣らしてあげるのがおすすめです。突然ではなく少しずつ環境を変えていってあげましょう。行動中に植物の種類を無視。異なる種類の植物はそれぞれ異なるケアが必要です。植物の特性を理解し適切なケアを提供しましょう。例えば熱帯植物のモンステラやフィロデンドロンなどは暖かく湿度の高い場所を好みますが、サンセベリアやサボテンなどは湿度が高い場所を苦手とします。水やりの頻度や置き場所、また湿度などにも注目して育てていきましょう。行動13、植物に触らない。観葉植物に触ることで成長状態や健康状態を確認できます。時折葉を触って植物の健康状態をチェックしましょう。例えばこちらのゴムの木は夏バテの症状が出ています。他の葉に比べて触ってみると葉が薄くペラペラになっています。こういった場合は日差しに弱くなっているので、レースのカーテンなどを使って遮光するか置き場所を変えるというのも良いです。行動14、定期的な根のチェック。根がポットからはみ出すか、ポットの底に根が詰まるようであれば植え替えのサインかもしれません。管理もいつも通りで、気温も湿度も異常がない時に植物が弱ったりしていたら根詰まりで水分や養分を吸い上げられない可能性があります。一度鉢から出して根の状態をチェックしながら植え替えるのもおすすめです。行動15、観葉植物同士の相性。特に寄せ植えをする場合は観葉植物同士の相性も考慮しましょう。一緒に植える場合、要求する環境条件が似ているか確認すると良いです。私自身寄せ植えはあまりおすすめしていませんが、相性の良い寄せ植えは例えばモンステラとマドカズラです。モンステラは観葉植物として人気が高い種類の一つで、切れ込みが入った大きな葉が特徴の植物です。自生しているものは7から8メートル以上になる大型品種で、観葉植物として鉢植えで育てる際も2メートル程度まで大きくなります。一方マドカズラは葉に穴が開いているのが特徴で、鉢で育てるときはおよそ1メートル程度まで大きくなります。モンステラとマドカズラの相性がいい理由は、どちらも里芋かモンステラ属の観葉植物ですので、水やり頻度や日当たりなど育つ環境が同じであるという点と、高低差があるためバランスが良い点、また両品種ともアメリカの熱帯地域が原産ということもあり、インテリアに南国のようなおしゃれな雰囲気をもたらしてくれる点が挙げられます。都会的な空間にジャングルの要素を加えるアーバンジャングルを演出するのにうってつけの組み合わせだと思います。そしてもう一つ、アジアンタムとプテリスです。アジアンタムはシダ植物の一種で、小さく繊細な葉をたくさんつける可愛らしい植物です。横に伸びる特徴があるので棚などに置いて枝を垂らして楽しむこともできます。一方プテリスもアジアンタムと同じくシダ植物の仲間ですが、アジアンタムと比べて葉が大きく、品種によって様々な形をしているのが特徴です。この2品種の相性がいい理由は、どちらも高温多湿を好むシダ植物で、こまめな水やりと葉水が必要だからです。湿度が高いお風呂場や脱衣所、キッチンなどの水回りにもぴったりな
組み合わせだと思います。注意点ですが、両品種とも乾燥が進むと葉がチリチリになってしまって、一度チリチリになってしまうと元の元気な姿には戻りません。ですが土に湿気がたまるのを嫌う習性があるため、用土への水やりは土が乾いてから与えるようにしてください。葉の乾燥が気になるときは葉水で空中湿度を高めてあげると良いです。行動16、観葉植物の病害虫に気づかない。観葉植物の葉や茎に異常が見られる場合、害虫や病気の可能性があります。ですので早めの対処が必要となります。以前、観葉植物に起こる7つのトラブルの原因と対処法という動画で、観葉植物が枯れる前に出す7つのシグナルを詳しく解説しているので、概要欄にリンクを貼っておきます。行動17、適切な鉢底の排水。鉢底に排水ホールがないか、排水が不十分な場合、根腐れのリスクが高まります。適切な排水を確保しましょう。100均などで購入したばかりの株というのは、育苗ポットとプラスチック鉢で二重になっていたりするのも、排水が悪くなったり根が呼吸できなくなる原因となります。ガラスのアクアボールに観葉植物を植えて育てているのですが、このように鉢の底に穴がないので育てられないというわけではないんですが、管理が難しくなるなと感じています。ただこのように根が見えるので、根がどのように成長しているかが見えるのでとても面白いです。行動18、葉に水をかける時間帯を気にしない。特に真夏の日差しが強い時間帯は葉に水をかけると日光との相互作用で焼ける可能性があるため避けるようにしましょう。遮光をしたりしていれば問題ありませんが、レンズ焼けといって水滴がレンズの役目をしてしまい、葉に茶色い斑点ができてしまうこともあります。夏は涼しい時間帯、日が落ちてからか早朝などがおすすめで、水滴がついている状態で直射日光に当たらないようにご注意ください。反対に寒い時期は暖かい時間に葉水をすることで植物体を冷やしすぎないようにするのがおすすめです。行動19、不適切なサイズの鉢選び。植物が成長するにつれて適切なサイズの鉢に植え替える必要があります。小さな鉢に栽培し続けると根が詰まりますし、大きすぎると用土が乾かずに根腐れしてしまう原因となります。行動20、枯れた葉を無視する。枯れた葉がある場合、これを無視すると状態が悪化します。枯れた葉がそうではない葉の光合成の邪魔をしてしまったり、風通しが悪くなってしまうことがあるので、必要であれば切るようにしましょう。ダイソーでも目切りバサミという園芸アイテムが購入できるので使ってみてください。剪定バサミは枝などを切る際に使用しますが、細かい作業に適していません。目切りバサミは細かい作業がしやすいのでおすすめです。はい、ということで作業が楽しくなってこんなに剪定しました先ほどもお伝えしたように、たくさんの葉を剪定すると一時的に弱ることがあるのでご注意ください。とはいえ、ここまで枯れている葉はとっても生育に何ら問題はありません。こういった傷みかけている葉は状態が悪くなる可能性があるのでご注意ください。ということで、行動21、植物の成長ペースを無視する。植物は季節によって成長ペースが異なります。春と秋はぐんぐん成長していきますが、夏と冬は生育が緩慢となるので、肥料も水も控えめに与える必要があります。そして肥料に関しては与えない方が良いかもしれません。少量であれば真冬も真夏も良い効果が出る場合もあるのですが、植物にとってダメージとなることも多いのでご注意ください。水の量は真夏に土が乾くペースが速くなったら水やりを増やし、秋から徐々に水やりを減らしていき、真冬にはいつもの水やりプラス3日くらいを目安に水やりを減らしてみてください。ちなみに秋から水やりを減らすと樹液の濃度が高まるので植物の免疫が上がり寒さに強くなります。シロップを使った実験でも濃い濃度のシロップは凍りにくいという実験もあります。行動22、風通しを阻害。室内で植物を育てるには窓を開けたり換気扇を回すことで風通しを確保して室内の空気を新鮮に保つことが重要となります。風通しが悪いと病気になってしまったり害虫が発生しやすくなったりカビが繁殖してしまう原因となるのでご注意ください。
私も愛用していますが、サーキュレーターを使用すると室内の空気を動かすことができるのでとてもおすすめです。ちなみにボルネードという送風機を使っていますが、かなりパワフルなので1台あればリビング、オフィス、ホールなど6から35畳の室内に幅広く対応していて、室内にこもった匂いや熱気の換気、洗濯物の室内干しなど状況に合わせて使用ができます。4段階で風量が調節でき、弱運転の風は柔らかで音も静かです。そしてターボや強はかなりパワフルです。室内の空気を循環させるために使う場合は、最初にターボや強で数分間空気の循環を作ります。その後弱か中にして稼働させることで十分に空気を循環させることができます。お手入れも簡単で、後ろについている3箇所のネジをドライバーで外して、こちらのカバーを取り外しお掃除することができます。空気の循環によって室内の天井から床までの温度差を減らし、無駄な冷やしすぎや温めすぎをなくします。そのため共用する冷暖房を通常の設定温度よりも冬は 2,3 度低く、夏は 2,3 度高く設定しても室内を快適に保てるのでとても経済的です。お値段は Amazon で16,796円です。ちなみにホワイトカラーもあるのですが、なぜかお値段が若干高く19,800円となります。ちなみにどちらも送料込みのお値段です。購入されたい方はブログに商品リンクがあるので、概要欄からそちらをご覧いただくのが分かりやすいと思います。そしてコメント欄の近くに私の育てている植物が商品として並んでいると思いますが、これは私のオンラインストアになります。ラクマ、メルカリでも販売をしているのですが、より植物の状態や質感が伝わるように動画が見れるようになっていますので、ぜひご覧いただければと思います。コメント欄の私のコメントにクーポンコードがあるので 10% 引きでお買い物していただければと思います。ちなみに前回のコードと同じコードなので併用はできないようになっています。このチャンネルをご登録いただくと、私から商品をご購入される際にエアプランツを1つプレゼントしています。実は最近本を Kindle にて電子書籍とペーパーバッグというソフトカバーの書籍を出させていただきました。内容はエアプランツの育て方、増やし方、巨大化方法、薄めオイデスについて詳しく書かせていただきました。ちなみに裏はこんな風になっています。今までブログや動画で配信した情報をまとめつつ、今まで語ってこなかったエアプランツの受粉について、また未生株の育て方なども掲載しています。本には現地でチランジアが自生する様子の写真も掲載していますので、本としても雑誌のように眺めても面白いと思っていただけるように作成しました。 Amazon のアンリミテッドに入会していれば無料で読むことができます。そうでない場合は電子書籍が600円、紙のペーパーバッグが1717円で購入することができます。紙の本は印刷代と送料で思っていたよりも高くなってしまったので、自生地の写真をさらに増やしています。電子書籍よりも高い分楽しみを増やしておきました。本の商品リンクはブログにあるので概要欄からご覧いただくのが分かりやすいと思います。これからも皆様の園芸に役立つような情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、あとコメントいただけると泣いて喜びますのでよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。